東口与野駅は、埼玉県埼玉市浦区城木崎一丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK45。線路名称上は、東北本線及び、武蔵野線であり、書類上の分岐駅となっているが、旅客列車に関しては、東北本線の電車線を走る京浜東北線、電車のみが停車し、並走する。 宇都宮線と高崎線直通列車はホームがなく通過する。旅客案内では東北線とは案内されない。武蔵野線大宮市線は物理的には東駅北方にある大宮総社上校内で東北貨物線から分岐しており、主に日本貨物鉄道の貨物列車が経由するが、東駅には貨物線上に旅客の乗降設備がないため同市線を経由する。 武蔵野、号、下大佐号などの旅客列車は停車できない。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。京浜東北線上下線の西側には、東北本線の旅客線の副線と貨物線の副副線、西端に大宮走車上の引き込み線が3線あり、規模の大きい駅になっている。JR 東日本ステーションサービスが、駅管理を自宅する。 埼玉新都心駅管理の業務委託駅。緑の窓口は2013年4月23日をもって営業を終了した。自動改札機指定席券売機が設置されている。改札口正面にニューデイズとビューアルトと水保銀行 ATM がある。2007年10月1日から1番線の発車メロディに埼玉市か希望の街が使用されている。 かつては、A 楽電気製の緑の風、ムーンリバーや五感工房の JRSH6 から1を使用していた。2019年度の1日平均乗車人員は26,802人で、ある。2000年に、当駅から約 1.1km 大宮寄りに、埼玉新都心駅が開業したため利用者が分散し、一時的に多少の減少があった。 JR 東日本及び埼玉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り旧与野市の本来の中心市街地は本町通り沿いにあり当駅は約 1.5km 離れて設置されたこのため駅と市街地をつなぐ埼玉県道119号与野停車場線は大正時代から市街との往来で栄え昭和には 京浜東北線の駅として、都心と直結、国道17号も開通し、西口側には複数の商店街が構成され、付近は住宅地となった。1985年の最強線開業により、世の駅を利用する旧与の市民は減少した。1980年代以降は、大宮駅や浦和駅周辺に大規模な商業ビルが開業し、 2000年代の埼玉新都心町開きにより、以前からあったものも含め大型商業施設が当駅 5km 圏内に集中するようになった。これらの環境の変化により、世の駅前通り沿いを中心に空洞化が進み、最人以外は人の流れは少ない状況である。毎年7月の中旬の土日に世の夏祭りが行われ、駅前商店街が夜の9時まで通行止めとなる。 また10月には、世野駅開業80周年を迎えた1991年より、世野駅西口商店街主催で、大正時代の賑わいや風俗を再現する、大正時代祭りが、世野駅前通りを中心に催されている。区画整理事業再開発後の町並み1960年代より、埼玉県による土地区画整理事業が策定されていたが、当初は、 地権者の反対が強く停滞していた。1980年代に最強線開業や新都心計画などの環境変化があり、1990年代から再開発組合による本格的な開発が進んだ。区画整理と再開発を同時に行っており、再開発は2003年に完了したが、区画整理は継続中である。その他周辺施設北浦和方面への線路沿いは、 中層の集合住宅が所狭しと並んでいる。東口は埼玉県道164号河野ス、桶川埼玉線が直近を通り、放射状に一戸建て、中小規模の集合住宅と商店が立ち並んでいる。東口は浦和区内だが、最寄り駅が当駅であるため、コンビニエンスストアなどで店名を世の店としている店舗もある。駅前広場がなく狭いため、 駅前広場を整備する都市計画が決定しており、2009年より地権者に立ち退きを要望している者の,の理解を得られておらず、未だ整備されていない。東口より全て国際工業バス埼玉東営業所が運行する路線バスが発着する。 かつては、西口からも、路線バスが発着していたが、当駅周辺での商業の空洞化が進み、2010年4月1日を、もって、平日朝1本のみ運行されていた志霊さん、系統が廃止、東口もロータリーに発着するバスが2013年9月20日より、埼玉新都心駅東口に延伸したため、与野駅東口停留所が、旧中線道を上に移設され、 当駅のロータリーを発着するバスはなくなった。東口側の西高通りの支店にあたる旧中山道との交差点の車道中央部に大原の大ケヤキと地元民に称される推定樹齢300年で高さ13メートルの巨大なケヤキの木が樹立していたが2008年に樹木医の診断で 根本部分に回復不能の腐食が見つかり、2010年5月19日、深夜に管理者の埼玉市によって伐採された。切断された木の一部は、液根コースに紹介文とともに展示されている。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。